AB-40 及びその紹介量型の AB-41 は第二次世界大戦中にイタリアで量産された総輪装甲車である。日本では、囲碁で装甲車を指す標音をかな表記したアウトブリンダが本車両の呼び名としてよく知られる。1940年にイタリア軍に正式採用され、1943年9月の 九戦までに六百二十四両が生産され、使用された。イタリア九戦後は、引き続き、ドイツ軍やイタリア社会共和国軍で、対戦終了まで使われた。イタリア陸軍は、スペイン内戦や、北アフリカや、東アフリカでの植民地での戦闘経験から、路外機動性の高い走行車を求めていた。フィアット・アンサルドはこれに応え、年の、 木製モックアップを経て、1939年5月、ABM-1 と呼ばれる試作車を完成させた。その後の試験と改良を経て、同車は AB40 として採用され、1940年10月から量産が開始された。車体は圧延後半のリベット接合で、被弾軽視を考慮し、軽車走行が取り入れられていたが、車体前、 側面で 9mm、砲塔全面で 18mm と比較的軽装甲であった。更新用に戦闘室後部に後ろ向きの副操重席が設けられているのはこの時代の装甲車としては一般的で、その隣には防御用に後方車体重が設けられていたが、これは背の高いエンジン室に遮られ、社会は限られたものだった。また、 戦闘室とエンジン室の間には、隔壁がなく、このため熱気や騒音で車内の居住性は良くなかった。足回りは四輪駆動独立喧嘩、四輪操打で、車体中央に置かれたデファレンシャルから、X 字型に四輪に駆動軸を伸ばした、独特の機構であった。この機構のため、各車輪は、 サスペンションの作動の自由度が高く、高い不正地走行性能を発揮させることができた。ただし、ギア部が複雑になり、整備が難しく、また高速走行時に車輪がぶれる難点もあった。この走行装置は、後に北アフリカの砂漠専用に開発された、非走行の高機動車両、カミオネッタ、サワリアナ40人にも流用された。車体左右中央部には、 埋め込み式にスペアタイヤが置かれ、起伏の大きい不正地で、車体中央が設置するのを防ぐ役も担った。初期の生産者は砲塔に、ブレダ M38 車載機関銃の連装を備える、だけだったが、この仕様の生産者は、少数に止まり、1941年からは、L6、40軽戦車と、逆同型の砲塔に、 ブレダ二十十六五二十ミリメートル機関砲を搭載した型へと生産が切り替わり、これが主量産型となった。二十ミリメートル砲を搭載型も当初は同じ AB40 の名称だったが、1 9 4二年に a b 四十一の別名称が与えられた。a b 四4四十一は、騎兵部隊、自動車化風評部隊、気候士団の偵察部隊、 軍警察部隊などに配備され、第二次大戦を通して、前戦線,線で使用された。カノニダ47、32スーオートブリーンダ42。ありがとうございます。